はい、どうもこんにちは。きょもちゃん大好きおたけび容師でーす。大さん、それ何ですか？これ何だと思います？なんか、何これ？わからん。なんかお客さんが、ストタンのお客さんがくれた、なんか完成の法則が結構VIP が多いから、ぽいかなと思って、嬉しい。すごい。そう、ということで、今日は、完成の法則のグッズが届いたので、開けていこうと思いまーす。イエーイ。見てください、これ。すごい、かわいい。チャラララー、チャラララララ。わかる？何のイントロか。お正月。え、違う。え、私、何かわかった？そう、ミュージックステーションごっこ。そうそうそう、それを真似してた。なんかほら、ミュージックステーション出たらティッシュもらえる。そう、ティッシュもらえるから、なんか私もイエ出ましたみたいな。M ステごっこできる。そう、しかも2個買っちゃった。2箱。ほら、かわいい。そうで、これね、ほら、ここにもリップ。本当だ。リップリップ、リップ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 。すごい、確かにトリプルリップ。すごい、お客さんね、気が利くわね。すごいですね。気を取り直して、はい、これ何、これ、ね、靴みたい、靴みたい。確かにバンズのスニーカー入ってそうだよね。かっけー。でも、あ、これですよ。なんかツイッターとかで話題になってた。なんか中に手紙が入ってて、それを考えた、文を考えたのもきょもちゃんとかで、でも絶対めんどくさいから開けない。なんか聞いたのよ、めんどくさいってしまうのが。そうなんですね。でもとりあえず開けてみたくない？そうですね。開いた？開きました。ちょっとじゃあ出しちゃおうかな、引っ張っちゃおうかな。すごい、フィギュアみたい。え、すごい。え、なんか簡単に壊れそう。だってこの前私 OS のやつ落ちてさ、裁判から。壊れました。壊れちゃった。え、これ中身だけ壊れた OS と。かっこよくない？ほら、かっこいい。これはこれでかっこいい。そうそう、これはこれでかっこいいから飾ってるけど。え、なにこれ。なんか理科のさ、授業を思い出す。すごい。温度計みたい。え、これ開くってこと？はい、それ引っ張れば、それ回るんじゃない？なるほど。見て見て、これはこうやって。え、すごい。え、すごい。ここにラブレターを潜めてるわけね。あ、これがラブレターか。これはだるいわ。だるいね。やめよう。ツイッターで出してなんて書いてあったか。もう早速点灯します。はい、抜きました。え、待って。え、なにこれ、すごい。え、結構絶対的に。ねえ、カニちゃんお願い。はい、ちょ、ここの部屋の電気消して。あ、すごい。あ、すごい。ジェシー。イエーイ。イエーイ。ブンパーワー。ブンパーワー。毎回思う、ピンク言って紫。今日も。今日も。かわいい。イエーイ。シンタロウ。緑。緑。え、黄色？緑だ、全然。全然緑。ジュリー、レッツゴー。え、これが緑じゃない？これが緑。え、こっちが慎太郎、さっきコーチくんだ。え、これ？え、これ多分。さっきの北斗。え、こっちが北斗。え、待って。あ、すごい。これまたやるのか。違います、さっきの、この絵の、これが白だ、北斗だ。へぇ、緑にも見えるけど。まぁ、こっちでは白だよね。これがあの和訳されたやつ。じゃあこの手紙に和訳されたやつであろうやつ読みますね。ネタバレになるらしいんですけど、嫌な人は見ない。じゃあもう見ないでください。はい、親愛なるストーンズへ。今日、私たちの終わりのない旅が始まりました。私たちは自分が何者なのか、未来に何が待ち受けているのか、まだ何もわからないまま歩みを進めています。未来の自分は夢の舞台に立つことができていますか？私たちを支えてくれるたくさんの仲間に囲まれて、心からパフォーマンスをすることができていますか？私たちはどんな時でも全力で歌うことが大切だと信じています。だからこれからの公演も一つ一つを大切に、最高のステージを作り上げていきます。このメッセージが届く日までどうか待っててください。2015年5月1日セックスターン。
っていうネタバレでした。すごい、すごい、めっちゃイーブン、めっちゃイーブンだね、うん、だってさ全力で歌えてるもんね、うん、いつもね、いつだって全力。じゃあ次行っちゃっていいですか。はい、いただきます。じゃーん、スリーダーの T シャツ開ける、開けましょう、見てほしい、見てください、オールエルビス、オールオンヒネヤンボルって書いてある。カレブの海賊みたいな、何言ってるのかなって思ったでしょ。私はオールエルビス、オールオンヒネエンブル、近い、なんだこれは、なんだ、まあきっとなんか意味があるんだろうね、なんだ、私縦読み、あ、ジャニーズ必殺縦読み、あ、確かに必殺の縦読みしたら、え、これネタバレしてんのかな、私それネタバレ知らないけど、どう、おいおいおい、どっかにストーンズってある、ない、 S がない、どうぞ着てみる、あ、着てみます、早速このままじゃーん。近い。来たよ。え、かわいい。かわいい？うん。まあ、今シャツの上に着てるからあれだけど。はい、結構大きい目だよね。そうですね。ちょっと前からでも。でももう。エリピって出したらかわいい。エリピ？エリピする？エリピしましょう。あ、ほら、色なんかめっちゃいい。ね、うん、いい感じに合ってる。かわいい。これに合わせたコーデもまた考えないとね、参戦するから。かわいい。何が入ってる？じゃーん、これはメッセージカードだって。もう早速開けてみる。何メッセージカードって。キョモちゃんからのラブレター。ラブレター、やば、入ってるから、やば、え、待ち合わせ場所書いてある。やばい、エビスガーデン、エビスガーデンプレイス。なんでエビスガーデンプレイスなの。花壇、花壇、あ、花壇という、おおおおおイエイイエイイエイ、おおおおおおイエイイエイイエイってこと。はい、え、なんかすごいよ。え、開くよ、はい、みんな開くよ、すごそう。冷蔵庫、冷蔵庫、いきます、せーの、ビャー、え、すごい、せーの、ビャーン、じゃーんって感じじゃない。すごい、じゃーん、え、すごい、なにこれ、え、かわいい、メッセージ1個もない、書くとこもない、うん、サイン印刷してもらうのかな。あ、え、サインしてくれんの。遭遇した時に、遭遇した時にこれ持ったらサインしますか。え、ストーンズさん、そういうことですか。遭遇した時にこれ持ってジャーンってやったらサインしてくれるんですか。そうやってここに、すごい、毎日持ってる。え、すごい。すごい。え、待って待って待って。待って待って。すごい。グイングイン来る。いくよ。ここで終わりかと思いきや、グイ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 ーンって。すごい。すごい。クマちゃんいる。なんで？クマちゃん。なんでクマちゃんいるの？え、かわいい。フォーユー。え、なんかこれすごいね。すげえ。すごい、なんか今までにないグッズ。え、これを？あ、この封筒に詰めて、あー、え、中もかわいい、え、すごい、すごい、で、さらにジェシー、かわいい、ジェシーだけと思いきや、もちろんキョモちゃんも入ってる。いくよ、ジェシー、キョモちゃん、キョモちゃん、北斗、コーチくん、あ、すごい、慎太郎、ジュリー。じゃあこうして、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 こうすればいいんだ。チュッチュッチュッ、いっぱいチュッ。え、すごい、これにほら書くとこあるから、これがメッセージカード、絶対結婚しようなって書きます。あ、そうだな、うん、すごい、オーケー、オーケーって、本当に適当言い過ぎじゃない。スマートって書いてる。じゃあ、まあ、とりあえずこの一番上をキョモちゃんにして戻せばいいか。そうですね、かわいい、その大きさ。え、これでも気持ち悪いがいらないけど、あげる、あげる、うん、気持ち悪い以外の欲しい人店に来たらあげる、あげます。だから逆に気持ち悪いいらない人私にちょうだい、交換、物々交換。え、まだ、あ、今回フォトセット買ったんだ、見たい、見たいです。あ、そうよね、確かに、ありがとう。私も見なくていいんじゃねえって言おうと思って。あ、見たい。そうよね、何のために YouTube 撮ってんだよね、こいつ。じゃあいきますね、もうためなしでパン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 って、はい、
ブンパウワウワウワブンパウワウワウワウ。もう本当にないため、本当にないない。これが一番好き、それが一番いいっす。この角度で歌える人はベテランよ。ベテラン、ベテラン。じゃあこれ1枚目にして閉じましょう。1枚目、はい、次なるグッズ、あと2個、はい、じゃあお願いします。消えました、タイガー、タイガーのリップ、いや、タイガーのリップとオタビ、オタリップ。もうどういうこと、どうしたの、もうちょっとドラマ出てたからって痩せすぎなんじゃない、でも痩せてるキモちゃんも好き、でもきっと次のドラマの収録が終わった後はまたぽっちゃりしたキモちゃんで帰ってきてくれるって信じてるよ。でもどっちも好き、あ、ポチャコもポチャコもガリコも。でもちょっと心配になる、痩せすぎて、細すぎると心配、うん、でも痩せてるキモちゃん美人めっちゃいいから、道枝くんにも見えるし山田くんにも見えるし、すごい、うん、すごい、キングオブジャニーズよ、キングオブジャニーズ。え、すごい、このうちは飾ろう、そこに飾りましょう、飾らせてもらいます、ね、かっこいい、うん、じゃあ、あと1個買ったものありますね。あ、出ました、毎回買ってる、これ2個入ってる、あ、2個入ってる、毎回これ2個買ってる、何ですかこれ、これはね、ステッカー、でもどこにも、なんかちょっと葛飾北斎みたいな、え、めちゃめちゃ葛飾北斎ビーズストーン北斎、コラボちゃん、そう、北斎柄、北斎柄ストーンズです。なんか T シャツこれアレンジしますよね、きっとメンバーたちが、そうだね、ちょっと楽しみ、楽しみ、どんなアレンジするか、こんな感じですかね、はい、終わりました、終わりましたね、あとは練習中しか入ってます。全部買ったやつ全部並べてみる、はい、これがなんでわざわざ全部持ってるかっていうと、これ全部買うとぴったり1万2300円っていう、すごくない、そう、キモちゃんセット、キモちゃんセットです、そうなの、たまたまでびっくりしちゃった、びっくりでしたよ、ね、イエーイ、これがキモちゃんセットです。ということでチャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます。完成の法則楽しみ、ワク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 、バイバーイ。